続きまして、アイサンテクノロジーさんのブースにやってまいりました。どうもこんにちは。こんにちは。アイサンテクノロジーさん、はい、ソフトメーカーさんですね。ちょっとどんな感じでやってらっしゃるかちょっと教えていただけますか。はい、弊社の測量用の CAD ソフトウェアの、開発から販売まで行っておりまして、これを活用していただくことで、はい、皆様の業務の効率が、よりよく改善されるというところを、メインに、作業させていただいております。そうですね。もうこの測量 CAD の業界ではもうね、もう本当に二分してるぐらいよくお使いいただいてて、私もよく使っております。ざっくり言うとどんな感じですか。測量で機械で測量してきた後に、はい、そうですね、はい、測量していただいた後に、はい、そのデータをそのインフィニティ、ウィングネオインフィニティというこのソフトに、入れてデータを入れていただくことで、その後の、計算であったり、トラバス計算であったりとかですね、を、簡単にこのパソコンの方で計算してもらうということですね。はいはい、でそれを座標化して、はい、それを CAD 化するんですよね。そうですね、はい、なるほど。というCAD の、最終的に測量会社さんとかが図面平面図を作るのに役立ってる非常にいい商品ですね。ありがとうございます。で他には今なんか結構やってらっしゃるんですか。そうですね、今一番一押しなのがですね、こちらのウィングアースと呼ばれる3次元点群編集ソフトを、一番メインとして、扱っておりまして、こちらは 3D スキャナーなんかで撮ってこられた、データを、より簡単に、この編集ソフトを使うことで、マビクであったり、フィルタリング機能とか、あとはですね、ごめんなさい、フィルタリング機能を使っていただくということを、メインでの販売ソフトになってます、ね。なるほど。ちょっと画像を見せてもらっていいですか。はい、こんな感じですよね。これお寺か何かですか。そうです、神社になるんですけれども、はい、はい、こちら弊社で、そのスキャンしてきたデータになりまして、こういった格好で天群ソフトを天群を、集めてくることでこれ一つ一つつぶつぶになっているんですけれども、ね、はい、これが色データと座標データと共に持ってまして、あとはもう任意座標でも可能ですし、もちろん世界測地形に合わせた座標でも表示が可能でございます。これでゴミを取ったり間引いたりもできるということですね。そういうことですね。ここから線を引いて断面を切ったり、そんなのもできるんですよね。はい、可能でございます。カウンターとかね。はい、はいはい、それでは、意気込みを一言。はい、測量を未来につなげということで、全社一丸となって、これからも皆様の、業務効率化をお助けできればと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。